記者にポテチあげたのが伏線やば伏線やばすごい伏線やないかっていうね。ようやくしたクリスマス。今日初めてやりました、予約したクリスマスは。いや、私リセット納めかな。サインいただきました、カホンしますねありがとう。愛知密着見てきます。え、あ、私映ってた？かわいい髪型。ケイスケさんありがとう。ベスタンさんありがとう。リセットのやついつまで出てるんだろう。どうだろうね。え、どうなんだろう。リセット納めだったのかもはや。28日まで。27の目だけか。じゃあ、国翔さんありがとう。ヤマケンさんありがとう。BB さんありがとうございます。負けました、負けました。ってことは、あ、ね、私じゃあ年内のリセットは終わっ今日でリセット、リセット納め年内今日でね。名前変えたら部活勝てた。カメライオンどじゃあ年内はライオンしとこうか、ライオンもつけとくか。あ、新年明けたら外していいよ予約してくれそうですね。もうやだ、でも踊りたくないもんみんなもう覚えらんなくてさ、みんなみんな、なんか、いや、なんか難しくないけど、なんか全然頭に入んなくて、みんなそう大変だったんだよ今日。そう、いい曲なんだけど、もうちょっとトラウマだよみんな。結構競争に向いてない。確かに部活行くときはライオンつけといたらいいかもしれない、もしかしたらそういうことなのかな。
シュペチャイさん、ズッキーさん、ありがとう。ちょい勝ちでしたか。よかった。シュペチャイさん、ひろゆきさん、ありがとう。あ、おう。なんだっけな。あ、なんかみんなから多分プレゼントまだ受け取れてない人が多くて、ちょっと少しだけ、あ、ヘアバンドが届きました。昨日受け取ったやつかな。昨日、この前、この前受け取ったやつ。今見ます。かわいい。キキララじゃないか。ねえ、キキララさんじゃないの。ねえ、嬉しいんだけど、キキララのヘアバンド、こちらね。ヘアバンドも最高に嬉しいです。最高です。昔は美少年さん、ありがとう。高っぴさん、亀さん、ありがとう。こちら受け取りました。最高な。今さ、多分ショールームのさ、クリスマスなんちゃら、今日もちょっとそんなに長くはできないと思うけど、なんかクリスマスのあれやってんのよ。多分ちょっとさ、なんかもしギリギリとかだったら、もうすごいさ、もったいないじゃん。今どんぐらいのポイントなのか見てみます。知らぬ間にランキングに載ってる。17万ポイント。何万ポイントなんだろうこれ。何万ポイントなの。明日までなんだ。え、今日、いつまでだろう。20万ポイントとかであるのかな。なかったらちょっとあれだな。別にだね。あ、ほん、え、うん、これは明日までだって。明日までなんだ。なるほどね。20万ポイントも、あ、まあ、もらえるのかもしんない。プレゼントだって。じゃああと何万かポイント、あの皆さん、なんかギフト、あのボックスみたいなのあったら、プレゼントボックス、ショールームのプレゼントボックスみたいな、なんかチャレンジでもらえるやつとかあったらぜひください。 KSK さん、ありがとう。すごいね。あれ、20万ポイントと50万ポイントと80万ポイントがあるんですけど、やばい。80万ポイントのプレゼント内容がちょっとえぐくて、えぐいって言っちゃう、あれなの。ホクピグさん、ありがとう。いっぱい、10個いっぱいありがとう。よくわかるね。やっぱ Google 翻訳使ってんのか。ズッキーさん、あ、白川さん、ありがとう。ゆうつなばらさんも、あー、ヤシタンさんもありがとうね。80万ポイントのとかはちょっと初めて聞いた。そんなに、そんなに行くと、やっぱもうギフトがちょっといかつくなるね。もちろん。あ、なんか他にも、あら、キキララの靴下、もこもこ靴下、にゃーにゃなにゃんと、最高です。キキララかわいいね。あら、なんかすごいな。
あ、ほんとだ、メリークリスマス。あ、バンされるか、気をつけよう。え、これメッセージカードだった、ファンの方からの。ありがとうございます。え、マットさん、ちょっと何、タワーだ、マットさん、インドネシアのファンの方、ちょっと嬉しいじゃん、本当にありがとう。いや、なんか違うのも飛んできた、キドッチさん、いや、ありがとう、嬉しい。え、ツリーのタワーもありがとう、嬉しいです、ありがとうね、本当に飛び出す絵本かわいいよね。え、ちょっと最高だよ、嬉しすぎるよ。あ、メディキュットだ、あー、もう初めてのメディキュット届きました。え、これすごくない？柔らかさ6倍の柔らかさなのに同じ着圧って書いてある、すごい、意思推奨って書いてある、インドネシアで間違いないです。なんでわかるんですか、日本語が、すごいね。ベッコンさんありがとう、アオイちゃんさんもありがとう、 BB さんありがとう、ありがとうございます。なんだろう、 T シャツが来たぞ、アディダスだ、アディダスの T シャツ、わ、ありがとうございます、アディダス T シャツ、これは走る時に着ますね、すごいな。メディキュットはちょっと毎日履きましょう、これは毎日履くよ。なんかまた違うのがなんか入ってるぞ、なんだろう、日本語少しわかります、すごい、君は美少年さん、ありがとうございます。あ、え、待って、パーカー、え、パーカー、アディダスのパーカーだ、ちょっと待って、嬉しいかも、アディ、あ、パーカー全然持ってないんだよね、うわ、すごい、めっちゃいいじゃん、ちょっと待って、わ、これはいっぱい着よう、すごい嬉しい、え、あ、めっちゃいい、かっこいい、なんかかわいいし、お、いいね、ありがとう、あ、20万達成してる、すごい、ありがとうございます、嬉しい、マットさんありがとう、クリスマス第一、プレゼント企画の第一ゴール達成 したみたい、え、ありがとうございます、サットンさん、マットさん、ありがとう、あおいちゃんさん、ありがとうございます、星しか投げなかった、嬉しいよ、星でも本当に、なんか帽子かぶろうかな、やばい、足がしびれてる、置いといてた帽子を、よいしょ、角平さん、あ、プレゼントありがとうございますね、ジングルベー、私、あ、サンタさん、ね、いいな、サンタさんって思ったクリスマスでした。あ、これかぶれないかも、耳が、あ、耳じゃない、あれがあれで、
帽子これあるともうねちょっとねクリスマス感が出るというのがあります。一瞬つけようクリスマスアイチサンタということそうまだ多分受け取れてないプレゼントもあるんだよねきっと。なのでそうもし送ったよっていう方いたらちょっと待っててください。ようやくしたクリスマス昔は美少年さんありがとうございます。なんだっけグリーンランド、どういうことだ。開封タイム、私もいつもの楽しみ。追加ニートズボン届いた届いた。ちょっと楽しみ着るのが嬉しい。サンタさん今日はまああれだったのでリセット納めね年内のリセット納めということで楽しかったです。若さんありがとう。明日は明日もねちょっと大変、リハがあってちょっとこれから覚えないといけないことがね山ほど残ってるんだい。なのであ、じゃあ明日はね六本木とサンリオのリハがあるのでそれまでに覚えないといけないことが大量発生してます。ケンジさんありがとう。で頑張ります。今夜詰め込んでいきたいと思います。明日朝からリハしていきます。 BB さんありがとう。おあそっか公演がまだあるからね。そうだよね。昔は美少年さんありがとう。えプレゼント10個ありがとう。毎日忙しいですね。そうメンバーみんな忙しいです。正直みんなまあファンの方もそうだと思うけどみんなまあお仕事が忙しいと思う。やっぱ年末ということでさみんなね本当慌ただしいよね多分。ほいちゃんさんありがとう。六本木は申し込みました。もうね多分直接なんか配信がないのでそう多分来てほしいな。やっぱ体力っていうか眠いないつも最近ずっと体力よっしゃが面白い。なんよっしゃなんだったなんのなんだいつのやつだ。昨日の制服の絵。あーカレンちゃん最高だったよ。そうだから今日よりこれだったよ髪型。どうちょっと影響受けた。年末感はこれからじゃないですかね。今日まではクリスマスがあれだけど明日からはパタッとクリスマス感がもう消えますから。クリスマスだったってぐらいの静かな感じになりますから。これから出るのよ年末感というのが。明日と明後日がやっぱ忙しいよね。そうそう門松がねてなわけでまあそろそろ終わりますね皆さん。ちょっと
忙しいと思うんですけど。そうだよね、現実感あるよね。そう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 。あ、ね、生誕 T シャツも届いたんだよね。まあ明日見せよう。明日見せます、生誕 T シャツ。いや、まあいっか、生誕 T シャツを。こちら村民 T シャツ。ここはねアンテナみたいな、なんかネットみたいな感じで、ね、ラジオ、まあショールームラジオ、なんかなんて言うんだろう、アンテナみたいな感じでこのマーク入れて、こっちには走ってる人を入れた、ランニングしてるね、なんかちょっとね坂を登ってってるよみたいな坂を登ってってるんだよっていう感じで、ちょっとポイントです。こちらは真っ赤ですね、赤。赤似合うかな、まあ、でも似合うと思う、私ペガサスやってたし赤です。村民レッドで2023年、いきましょう。でタオルはね、タオルもこんな感じだね。タオルはこれを持って応援してほしいのよ。そう、まあ、私のこと見に来る方もいると思うし、これあのまあマラソンの時もそうだけど、まあ公演とかもね来てくれる方もいると思うんで、こうやって愛知応援中ってこうやって見して、みなんか持って応援してくださいっていうことです。イエイ、愛知村、愛知応援中、応援って感じでこれを持って応援していただけたらありがたいということですね。そう、マラソンとかにもね来るよっていう方、ぜひこれを持って応援していただきたい。そう、なんか目立つかなと思って、そのマラソンの時とかもなんかこれをまあこれ持ってくれてたらちょっと見えるなと思って、ちょっとそう見やすくしました。でみんながちょっとよくコメントとかで来るやつも何個か入れたりもしてるし、詰め込みました、うん、私は美少年さんありがとう。そう、結構いいデザイン、ありがとね。生誕祭はね赤の人が増えたら、赤のやつを着てくれてる人が増えたらいいなと思ってます。結婚コメ入れましたよ、いろいろと。そう、分かりやすくして、まあ結構派手な色だし、ね、赤もね T シャツもタオルもセットでぜひゲットしていただきたいなと思います。年に一度の生誕グッズだから、ぜひぜひ隠れ村民の方もぜひゲットしてほしいなと思ってます。はい、ではそろそろ終わりたいと思います。注文したありがとうね皆さん、おやすみ、まだ寝れない私は。じゃあランキングやります。13位スミスさん、12位 KSK さん、11位ヘルシアさん、10位ヤシタンさん、9位クニショウさん、8位ユーツナバラさん、7位昔は美少年さん、6位ホクピグさん、5位カメさん、4位アオイちゃんさん、3位 PB さん、2位キロッチさん、1位マットさんです。クキオさんありがとう、ペチャリさんもありがとう、フクピグさんありがとう。ではまた明日ねみんな、じゃあねん、バイバーイ、ありがとう。